今日のバトルステーションは LLPW 中継をお届けします。 2.15 後楽園ホール大会です。今日のお客様です。この方にお越しいただきました、紅夜叉選手です。どうもよろしくお願いします。もう何回目かになりますよね。そうですね、はいはい、おなじみの、ね、方になりました。髪の毛なんですが、はい、前回のゲストの時にはねもうトップが短くてね、はい、なんか痛々しかったんですが、はい、イーグルに切られて。そうです。今は少し伸びた感じ。そうですね。でもあれがいいきっかけになって、はい、もういいかなと思って、はい、軽くて。じゃあもうこのスタイルでやろうかなと。うん、あ、そうですか。飽きるまで。はい、あのとてもお似合いのね、はい、スタイルで。ありがとうございます。あの去年をこうざっと振り返ってみるとですね、はい、最後いい終わり方をしましたね。そうですね。ちゃんと6人タッグのベルトをですね、はい、自分の腰にこう、はい、巻きました。あのやっぱり終わり方もうこういい正月になったんですか。そうですね。もう去年は本当後半はすごく自分でも納得できるっていうか、はい、うん、いい結果が出たんで福岡とかもできたし、はい、福岡選手とやれたということは、はい、これは大きかったでしょう。そうですね。自分の中で今振り返ってみて、まず実現が結構こう険しかったじゃないですか、はい、あの辺りがちょっとお話聞きたいんですけどね。そうですね、まあ、会うたびにやりたいねやりたいねとは言ってて、はい、それでもうね本当にお互いがそういう行動に出してって、はい、なるべく本当に近いうちにできるようにっていうこと で福岡からそういうメッセージが届いたりなんかして、はい、で、うん、本当に実際にやれたわけですからね。やれたんですから、すごいんですよ本当に自分たちの中では。すごいですよね。で実際やってどうでした。ベルトかかってたんで、はい、JWP の、はい、それで自分はそんなに意識してないって言っててやって、はい、終わった後に負けてすごくそのベルトの価値っていうものがの考えがすごく変わったっていうか、はい、やっぱり福岡があんなに大事にして守ってるものを自分と対戦することによってそのベルトをかけてくれたっていうのですごくね福岡の気持ちとか、うん、福岡のでかさとかそういうものをすごく感じた、うん、まあ、試合の結果その JWP の認定の、はい、無差別級のベルトは取れずという形になったんですが、はい、ただし意義のある、はい、本当に大きな一戦でしたね。福岡選手そういえば L のリングにやってきて、はい、本部席の前に座りましたね。確か紅対キャロルの、はい、そうです。あれどんな気持ちでした。あ、もうでも来るって言ってたんで。ちょうどその選手権試合の前の日でしたっけね。でその時にベルトの試合にしたいんだけど、はい、っていうことで、はいはい、なるほど。とにかくもうこれでいいですか、それとももっともっとやりたいですか、 JWP とはね。え、今なんか軍隊とかがね、また乱入とか、あれがね、どう、どうでしょうね。また違う展開が生まれつつありますから、はい、でも自分はやっぱり次やるときには、はい、自分のベルト、うん、うちのベルトを取って、はい、やりたいなって。ということはシングルですね。はい、シングルです。カンドリを倒して、はい、なるほど。で、今日はですね、はい、紅さんにとってもまた別の意味で大事な一戦があります。メインでお届けしますが、カンドリー風間紅対イーグル長島沖野、はい、これは紅さんがもし、ね、チームとして敗れれば紅連対入りというね、大事な一戦、はい、あるわけです。さあ、じゃあまずは前半2試合お届けしましょう。第1試合と第2試合です。98年の LL が開幕して2戦目となりました 2.15 東京は後楽園ホール大会です。炎上運命の瞬間と銘打たれた大会です。第1試合20分一本勝負、ダイヤジャパンの松本麻衣子選手がやってきましたね。そうですね。もしかして NL マットにこのダイヤ勢が上がるというのは初めてですよね。そうだと思います。関係ないですね。ねえ、関係ないですよね、はい、カバーに早速行きましたが、金銘にブリッジで返していったのが渡部美穂です。体格差があります。そうですね、もう渡部ちっちゃいから145cm 45kg、もうすっかり有名な数字ですね、これはね。そうですね。世界最小最軽量プロレスラーで一番小さな選手、腕十字を決められそうですが、しっかりグリップを離しません。この辺りディフェンスはなかなかできてきてますよね。そうです。一旦外れかけましたが、またそのグリップ上になります。
カウンター1か2行きましたね。腕を絞っていきます。松本腕十字、これはちょっとピンチになりました。懸命にロープを探している渡部美穂、体が小さいだけになかなか足が届かない。こらえます。ちょっとピンチでした。一瞬ちょっとヒヤッとしましたけどね、はい、あーまたしてもクラッチが切れました。危ない危ない危ない。いや関節はあの渡部選手柔らかい方ですか。そうですね、体は柔らかいんで。ああそうですか、はい、返しも上手いと思います。あれ男性レスラーだったらば、男子レスラーだったらば決まっちゃってたかもしれませんね。伸びてましたね。これは松本がエスケープです。松本は164センチ、68キロ、まあ、70近くありますから、この体格差で戦う渡部美穂、大変ですね。松本はもちろん LL マット初登場ということです。とにかく外野勢が初めて L のマットにやってきました。ロープ際です。キャリア的には同じぐらいですね。1年10ヶ月が松本舞子、はい、1年9ヶ月が渡部美穂、ほぼ同じですよね。さあカバーに行きました。アームロックとそしてタイガタメです。アームロックをまだ狙っています。足でエスケープ松本。一時松本は北斗晶と、はいはい、コンビをよく組んでいましたね。そうなんですか。ある意味で北斗の弟子といった感じでコンビを組んでいました。今はあまり組んでいません。ロープに飛ばしていきました。松本側転です。後ろを向いている。腕を回しました。当たりが弱いですね。倒れません。2発目も倒れません。これで倒されました。逆に倒されました。長代千美さんの教えがね、はい、長代イズムが、はい、と息づいている松本舞子選手、はい、この選手を崩すのはなかなか大変ですよね。そうですね。でも渡部も今自分たちが今ちょうど見ているところなんで練習は。うまいぞ。カウント、はい、もう負けないでほしいですね。本当にですよね。さあこれは墓穴を掘りました。渡部美穂カバーに入っている。返しました。もうルナパーク以来本当に成長しますからね。もうこの手ではやられませんからね。ギロチンだ。70キロのギロチンドロップ。松本ちょっと耐えどころ。第1試合渡部美穂かわした。 L の渡部、 G の松本に対して果敢にテイクドロップキック、ミサイルを狙っていく。もう全身を使っていきます。これはいいですよね。自分でロープに方に行きました。コーナーに行きます。さあトップロープ最上段だ。ミサイルキックカバーに行く。片エビ気味、いや貝固め横からカウンター2。もう一発二発ですか。そうですね、惜しいですよね。押しが足りないですね渡部。ああそうですか。さあ今度はレッドコーナー最上段です。渡部がもう一回、今度はボディアタック、完全に受け止められた。水車落とし、松本がカバー返す。後楽園を大きな拍手が起こっています。お客さんがかなりこの渡部にね声を送っている感じですね。渡部は 12.5、 川崎大会で JD の阿部幸恵に勝っています。まあ高野大会をね最近よく当たり始めてますよね、はい、さあ谷川さん前方回転だ。渡部美穂取れません。まだです。第1試合は20分一本勝負です。もう一本狙うが危ない危ない危ない。バングを取られる。しかし最終的に回転していった。どうだ。いや、いい試合になりましたよね。第1試合、まあ、大会の中で非常に大事だと言われている第1試合、非常に動きの激しい展開になりました。松本対渡部です。飛び込む、さっきと同じ形。危ない危ない。アトミックドロップをね松本選手はよく使うんですが、今のアトミックというよりはキャンバスの上に叩きつけていきました。バックを捉えました。これがアトミックだ。爆弾が渡部のお尻にもう一回行く。狙っている。大ピンチ。返しました。返す。返すと。よし。いや腕前さん、はい、返しますね。水車落としないアバランシュホールド、今度コーナーに座らせました。松本、あーちょっと足が滑った。渡部が攻撃にしていく、攻撃していく。回転に襟型です。さあどうだ。2です。ジャックナイフ、これもまだです。片襟だ。いや
苦しく攻防が変わります。危ないバックブリーカー、そしてひっくり返していったサイドスープレックスホールド。大決闘渡部美穂、しかし敗れました。第2試合です。30分1本勝負、縦野則夫ベテランが今日は青野恵子を相手にします。さあ天野さん、これは青野がどう戦うかでしょうか。そうですね、もうどんなところを狙っていきたいします。もういつもね、途中で諦めるっていうか、ここで行かなきゃいけないときに結構ね、諦め癖があるんですよ、青野の場合。それは性格的なものもありますね。そうですね、それを本当打ち破らないと、はい、もう一歩出れないと思うんですけどね。ということは、いつも、はい、自分たちもノリさんの場合もそうだと思うんですけど、待ってるんですよね、それを。精神面で一皮むけてほしいと。そうですね。この試合は30分1本勝負、シングルマッチです。さて、2位を当てていきました。そうですね、ジャンピング2位アタック。この体で打つ2位って強烈ですよね、本当にね。アームを返していきます。ひっくり返しました。ロメロですか。そうですね、お得意の技ですよね。そして拍手を一回誘っておいて、固めて、そしてリスト、両のリストを固めて繰り返していきました。ロメロスペシャル完成です。形は綺麗ですよね、はい、完全に青野の体がキャンバスと平行ですものね。美しいロメロスペシャル、縦野則夫が見せました。青野恵子はそういえば 12.5 の川崎でキャリアで1年半ぐらいね、下の前場の中西の前にね、はい、敗れましたから。そうですね、ドラゴンスキル、そして膝十字固め、この辺りでなんとか、まあ、その悔しさをね、はい、出してほしいですよね。今日は大大大先輩縦野則夫が相手です。まだ膝十字が続いています。青野がローピン逃れられました。へそ振り気味チョップを放っていきます。ロープを使っていく、強烈な前蹴り、顔面血をちょっと気にした青です。これで行かなきゃいけないんですよ、本当に。とにかくもう意識朦朧でも何でも、そう、これこの気持ちがこれですよね、はいはい、それでも行かなきゃいけないのか、はいはい、今のキックでひるんじゃいけないわけですね、はい、青森の選手です、はい、さあジャーマンスープレックスホールド。危ない危ない、いや今一瞬決まったのかと思いましたが、なんとか2で返していきました。青野です。コーナーを使います。白いコーナーから飛んできましたが、かわしていく。さあここで行かなければいけません。まずは膝を狙っていく。右の膝テーピングが見えます。縦の乗りを痛めてますか。そうですね、膝の狙いか。あ、そうですか、はい、その膝を集中攻撃、青野恵子です。カモンスクリュー、そして片エビがためにいった青野。カウントは2、足狙いは有効かもしれませんね。この形でどんどん攻めていけば勝機もあるかもしれません。青野恵子、体を打ち当てていきました。打ちかましていった青野です。もう一発、勢いがちょっと、勢いがないですね。疲れですか、何でしょう、精神面。そうですね、やっぱり精神面でしょう。これ見た感じ勢いがないですよ、申し訳ないんですけど、いや、はっきり言ってください。本当にこれでも決められないでしょう。青野恵子、キャリアの差は13年7ヶ月あります。持ち上げたアブラジホールド、もうカウントワンとちょっとしか入りません。スモールパッケージホールドだ。あら、これで決まったんだ。青野が相手の体を渡せそうなのは分かるんですけど、お前が変われば入れるももって変わんだよ。
まずは第一試合と第二試合ご覧いただきました。あの第一試合なかなかいい試合でしたね。そうですね、渡部の良さが結構前に出て、あの具体的にもう一回その渡部の今の良さ、はい、どんなところがいいのかなと。やっぱりね、体が小っちゃいから、はい、それを生かした細かい、はい、返し方とか、回転系とかがすごくね、今日久々に見たんですけど、うん、成長してるなって思いましたよ。あ、そうですか、はい、合格点はギリギリでしょうね。もうちょっとやっぱり、もうちょっとね伸びてもらわないと、ただ精神面はこれもう合格点いけると考えていいんですか。そうですね、渡部の場合はすごく、あの子もすごく前に前に欲出してやる子なんで、頑張り屋さんなんで、ゆくゆくは、はい、というよりは近いうちに全日本タッグのベルトが欲しいと。あ、そんなこと言ってました。言ってるみたいですよ。あ、はい、頼もしいですね。頼もしいですね。はい、でその精神面で特にちょっと合格点には至らないかなというのが、はい、第2試合でお届けした青の稽古ですかね。はい、そうですね、あの子は体がある割にはね、はい、今一つ伸び悩んでるところがあって、はい、それをね打ち破ってほしいんですけどね、一日も早く。まあその精神面からね、はい、その気持ちを切り替えさせていく、自覚を持つ、はい、まあ、そういうことになるんですかね結局ね。そうですね、もうどっかでね吹っ切ってもうバカにならないと、バカプロレスのバカになるんですよ。自分もね、新人の頃本当いろいろ言われましたけど、青野みたいなター系だったから、はい、もうバカになるんですよ本当に。あ、まあ、いい意味でのバカになる。そうです、そうです。なんかあの非常にこう言い得て妙と言いますか、はい、難しいんですよね、またこれがね。ご自身はどうそれを切り抜けました。本当にね、プロレスのことばっかり考えてたんですよ自分も。それで今の子はなんかもう自分は本当に寝る時も寝る夢の中までも出てきたぐらいなんで、はいはい、もうね発狂するっていうか、もうプロレスに一色だったんで、もうのめり込んで、のめり込んで。でも青野も当然プロレスは大好きでやってることは間違いないと思うんですけど、それがやっぱり表現できないんですよ。あ、そかそか、うちに閉じこもってしまうんですよ。それはでも本人の気持ちと、はい、試合で慣らしていくっていうか、はい、試合でもうパッて変わる時があるんで、はい、本当に、とにかく変わってほしいですね。そうですね、はい。さあそれではですね、中盤に参りましょう。第3試合と第4のセミファイナルです。最強軍がまたやってくるんです。これがシャーク土屋がエルのマットにまたしてもやってきました。今日はザ・ブラディとタッグを組みます。そのブラディが先発、一方正規軍ハーレー斉藤がまずはエプロンに控えています。遠藤瑞希が先発、ラリアットかわしていく、ロープギアの攻防、これは遠藤がうまかった。しかしブラディも最近急成長。陣内さん、ブラディ人気ってすごいらしいですよ。そうですね、なんでこんなに人気があると思います。ね、リスだからじゃないですか。そうだと人気があるんですか。いや、なんかほらね、ヒールらしい、らしさがありますかね。エルゴです。非常にですね、各レスラーから翔さんの声が上がるんですよね。ブラディですか。はい、そうですか。はい、JB のジャガー横田もですね、1人です。ヒップアタック気味です。遠藤瑞希、イヤトビペンギンのヘアスタイルが若干また変わってきましたかね。なんか微妙に一回か違うような気もするんですが。遠藤ですか。はい、もうの伸び放題ですよ。あれ、これ伸ばしてるんですか。とっても気持ち悪いですよ。本当にどこが気持ち悪いんですか。いや、もうすごいロン毛だもん。だって、あ、そうなんですか。ラリアットシャークだ。FM をもうすでにですね、
脱退していると言ってもいいでしょう。もう F のマットには上がっていません。シャーク土屋だったんですが、最近またいろんな動きがありましてですね、前止まりがかなりこのシャーク土屋を敵視してますので、またそのあたりの構想が始まるかもしれませんが、現在はフリーとしたシャークは暴れまくっています。さあ、その最強軍のもう一人、ザ・ブラディです。上になっています。腕を決めてますか。右腕をサミングですね。サミング、ね、ブラディは自分の右手で遠藤の目をサミング、そして噛みつき攻撃、これが最強軍らしい攻撃です。コッシュは非常にあのアイドルチックのコッシュなんですけどね、やることは全然違います、うん、ザ・ブラディです。現在ブラディは第3代 JD ジュニアチャンピオンです。さあ、その土屋にスイッチ、土屋対遠藤瑞希、まだハーレー斉藤の出番はないようです。シャーク土屋、この形で遠藤の喉元、ご覧のように押さえつけていく。今度は顔面を踏みにじっています。こういう攻撃受けると嫌でしょう。嫌ですよ、本当屈辱的ですよ ね。危ない、強烈なパンチのように見えました。エルボーでしょうかね、ちょっと見えなかったんですが、パワー的にはそんな遠藤も負けてないと思うんですけどね。身長は170、シャーク165、160が遠藤、実際に差があるんですが、でも遠藤もね、もう本当にパワーファイターですからね。ブラディと土屋の2人がかり、このコーナーをうまく使って、そしてトミーランの気を削いでいます。ハーレーはカットに入れません。逆さ釣りに今しました。リューナですね、セコンドにリューナがいて、そのリューナがどうやら加勢している。ハーレー斉藤が画面の右の方で怒っているようです。土屋がやってきた。土屋が嬉しい。そしてブラディが低空ドロップキック、顔面めがけて放っていく。二人がかりです。髪の毛を捕まえてペンギンが固定されてしまいますよ。これは土屋が攻撃をどうやら仕掛けていくんでしょう。ああ、足蹴りされています。遠藤瑞希、紅さんはこのシャークに対してはですね、はい、まあ、いろんな思いがあると思うんですけれども、はい、一番何がこうちょっと浮かびますか。何が、もう土屋というか、もう有刺鉄線ですね、本当に。これが本当に嫁入り前の私が傷だらけになりましたので、許せませんね。許せません、本当に。もう本当に近いうちにこれ倒しておかなければ、潰しておかなければ、ね、いけない相手です。二人がかりです。ハング鈴木もやってきた、ヒバもやってきた。もう最強軍のメンバーが総出で攻撃しています。そのメンバーに今日は土屋が入っているわけです。ハーレーが落ちそう、いや、捉えた。マットの中央、遠藤がまだ捕まっています。早くこれ最強にスイッチしたいですよね。30分一本勝負、5分が経過。フェイスクラッシャーです。ちょっといいところがありません、遠藤瑞希。まあ3人4人の攻撃だね。ひっくり返しました。ボストンクラブ狙いです。ハーフボストンでした。キック、ここでハーレーが怒りのキック。ブラディもやってきました。そのブラディをキック出した、場外に落としました。これはいい形になる。収まらず、胸元キック2発目捉えられました。倒された。ハーレーのキックが効きませんか。頑丈すぎます。シャーク土屋、あ、氷の心に鉄の体と言ってもいいのかもしれません。いつまで何も使うことがな、使うことないのにというぐらい、このえげつない攻撃。遠藤の髪の毛がどうやらほどけましたね。あのポニーテールというか、なんというか侍というかあのスタイルがほどけてザンバラ髪っぽくなってしまいました。さらに椅子攻撃が続く。まだスイッチができません、正規軍です。ご覧の状態、そして怒りのハーレー。ブラディがまたしてもやってくる。
最強軍のスイッチワークは非常に速い。正規軍のスイッチワークはゼロです。セカンドロープ先頭ひっくり返してカウントが入ります。びっくりしました。悪くなっていません。ダブルアームです。ザ・ガリースープレックスに行きました。膝を乗っけてカバー。ガリーのチャンピオンになってですね、一層風格が出てきましたね。やっぱりでもベルトってそういうところあるんでしょうか。そうですね、やっぱり自信を持たせる材料でもありますね、本当に。そしてチェーンです。遠藤の首にチェーンが巻きつけられました。チェーンホイップ。遠藤が苦しそう、正規軍が苦しそう。ぐるぐる小手を食らってしまった。さらに上にまたがるような形になって攻撃を続けていくザ・ブラッディ。チェーンは今やっと離しました。最強軍です。またしても土屋にスイッチですね。非常にスイッチのテンポが速い最強軍です。これアスカやりませんよく。やりますね、よくやられましたね。土屋の心は最強軍色に染まっているようだ。ロープを使う土屋、ラリアットが飛んできた。すぐにハーレを牽制してカバーに行くブラディも牽制です。なんという見事な連携プレー。最強軍これ褒めざるを得ないですよね。またしてもブラディのところに持ってくる。これハーレーがもし全然出番なくて終わっちゃったらお客さんも納得しませんよ。怒っちゃいますよね。視聴者の皆さんも怒ってしまうかもしれませんよ。バックを取りましたブラディ。そのままバックドロップホールド。返した、自力でなんとか返した。激を飛ばすハーレー斉藤。遠藤瑞希の耳にその激は聞こえているのか、心は届いているのか。コーナーに飛ばしていきました土屋、かわした。さあここだ、遠藤がここでスイッチ。ハーレーが怒りのラリアット効かない。耐える土屋、2発目まだ耐える土屋。さらに飛ぶ、自分で走る、ヒールキックで倒していった。鮮やか。エプロンのブラディにもニールキック、いいですねこれは。ハーレーが怒る、気を吐いた。遠藤に行けという指示。しかしハーレーが今度は捕まってしまう状況にどうやらなりました。ショルダークロー、あるいは喉に入っているかもしれません。頸動脈ですかねこれは ね、 完全にね、息ができない、血の流れが止まってしまう。うまいうまいうまい、エースクラッシャー。ハーレーは十分休む時間が逆にあったわけで、ニールキック、スタンディング、いい形で勝利をもぎ取れればいいんですが、アーブロック、土屋にアーブロック、サブミッション攻撃。しかしセコンドファンの鈴木、キバがやってきた、トミーが止める。まだアーブロックが続いています。懸命に絞り上げる。土屋の体は見るかに硬そうなんで、これは、ね、いいかもしれません。椅子にも耐えるかと思ったんですが、これでアームロックは外れました。ブラディにスイッチです。ジャーマン、ロボモーションで狙っていきます。これがブラディの得意技です。もともとは前女でデビューをした選手、本名は加藤直美。ブラディは返されても返されても次の技にどんどん行くようになりましたからね。本当に1年ぐらい前のブラディだともうひるんでましたしね、まあ、1年前はまだマスクを取れていました。去年の3月にマスクを取りました。そして最強軍入りザ・ブラディ、名前もザ・ブラディ・フェリックスから現在の名前に変更しました。遠藤瑞希がブラディを捉える対角線、ブラディが飛んでいきましたが見事に読んでいました。遠藤です。遠藤どうでしょう、ダメージはもう大丈夫ですか。バックドロップです。うまい、早い攻撃です。ボディープレス、当たっておりません。遠藤が普通のヘアスタイルになってしまいましたね。イワトリケペンギンでは全くありません。足を取って、もう波倒していきました。ここでハーレーがやってくる。この試合本当にハーレーの出番がまだ少ない状況です。ここで見せ場を作ってほしいんですが、
これはちょっと迂闊だったと言うべきか、土屋がうまいと言うべきか。そして土屋のバックドロップ、危ない。今肩口ですね、ノギには入ってませんね。まだ大丈夫でしょう。バックを取ります。読んでいた、一回転スキップ立った、ヒールキック。本当に助走なしでヒールキックができる選手ですからね。そうです、素晴らしい跳躍力もね、あります。さあブラディをコーナーに座らせました。ハーレー最高です。そのまま流れ式ブレンバスター。さあ遠藤が何やら指示をしています。こちら側のコーナーに持ってこいということです。ツームストーンパイルドライバー遠藤瑞希、ダイビングボディープレス、森の形相遠藤、そのまま土屋をなんとか押さえつけています。その間にハーレーが飛んできました。さあどうだ、カットプレーですね、カットに来ると見るや自分でもうカバーを外した。そして、チキンウィングです。あー失礼、有効がため、あーなるほど、有効がため、これがシーガリットホールド。ハーレー斉藤が見事最強軍を下しました。まあ、遠藤がね、序盤やられてましたが、なんとか正規軍がペースを最後は掴んで勝利をもぎ取ったんですが、これは怒りが収まりませんか、土屋は。まだ乱闘です。あんた今日試合見てた、はい、試合見てて、試合の流れを見て、どっちが強く見えた。勝ち負けじゃないでしょ、お客さんのアピールではうちらの勝ちでしょ、なあ、はい、んなね、一瞬のね、苦しかったもんな、言ってたかった、でもギブアップしてなかったら、レフリーが手取ったんだろ、レフリーで文句言っとけ。さあ、セミファイナルです。45分一本勝負シングルマッチ、またしても最強軍、今度はアスカがやってきました。ライオネスアスカ、相手は正規軍のキャロル緑です。相棒が出てきましたよ、はいはい、このコスチュームは確か3人で本当はお揃いで着るはずだったコスチューム、1人は着ることなく去ってしまいました。生意気なんだ、生意気なんだよというアスカ、おたけび一発飛び越えましたキャロル緑。なかったらこんな綺麗に弧を描いていきましたが、すぐにアスカも返していく。諦めサブミッションアスカ、北上はもうエルにいません、大向かいもエルにはいません。足でスケープです、キャロル緑。皆さん、正規軍とですね、現在共闘状態、まあ敵軍という名前はもうなくなってしまったと考えていいわけですよね、はい、正規軍との仲っていうのはもう完全に今は大丈夫なんですか。あ、もう全然それはね、もう今はグレン隊とかこういう悪い人たちを倒すためにやってるんで、はい、そういうこだわりは全然なくて、はい、でもうちらは緑と自分はやっぱり LL を支えていかなきゃいけない2人、重要な2人だと思ってるんで、はい、それだけは変わりないですね、気持ちは。やっぱり緑と私っていう、そういう2人というつながりは、うん、ありますよ、やっぱりそれは消えないものなんで、はい、そうでしょうね、長年ずっとトリオを組んできました。じゃあこれからはある意味ではペアを組んでいくという形ととってもいいわけですかね。難しいところ、そういうわけではないですか、はい、そうですか。組んだ時にはやっぱり、はい、誰にも設けないタッグを。なるほどね、ロックスターズ、それを逃れてインディアンデスロック気味です。まだ足は完全にフックされていません、アスカです。カミュートを捕まえられています、キャル。そして肘を使っていくグリグリ攻撃、ちょっと劣勢になりつつありますが、キャロル、危ない、真下ですか。バックドロップと人によって全然形が違いますよね。チョークです、投げ捨てておいてすぐにチョーク攻撃、喉元ボーで話しました、また喉を締めていく。トミー・ランがチョークだと言っているアスカがチョークと答えている。チ
自分でやりながらチョークって言う人も珍しいですよね。またギリギリで話しました。カウント最後までプロレスリーグ OK です。ほらお前は下がってろね。今ミホピーが何でやってきたんですかね。悪いですよ。今からいっぱい下にいるんですよね。まあそういうことですか。この後でお届けしますファイナルマッチ、このファイナルマッチはもうセコンド陣がねいっぱいつくでしょうね。セーキング対平成ビレン隊のノールール6人タッグマッチが控えています。持ち上げる、垂直落下気味です。対空時間が長いブレンバスター、最強軍のライオネスアスカー、落ちたところはとりあえず背中からでしたかね。今のはね頭からではありませんでしたが、かなりダメージはあったでしょう。サソリ狙い、スコーピオンズデスロック、ライオネスアスカです。アスカは現在第4代 TWF 世界シングルチャンピオンです。1月の11日の後楽園 JD の大会、ジャガーから抜き取りました。ひっくり返した、ステップオーバーしたアスカです。スコーピオンズデスロック入っています。キャロルの目を見てもまだ大丈夫って感じですよね。はい、紅さんは去年の 10.3 の大阪大会、このアスカとシングルマッチを行いました。記憶にはどうですか、覚えていらっしゃいますか。覚えてますけど、あの時もね、あのセコンドとか入ってきたんで、ジャイアントスイングだけが頭にありますね。アスカとやる時にはセコンドのことを絶対これ頭に入れなきゃいけないわけですから、いいですよね。まだ続いています。ちょっと長いですね。あまり長時間食らってしまうと腰あるいは背中ダメージがきます。キャロルの体は柔らかいですか。柔らかいです。うちで一番柔らかいと思います。 LL で、はい、ああそうですか。そして一番気が強いです。そうです、そうです。はい、髪の毛を捕まえていきます。サソリはほぼ崩れました。今崩れました。キャメルクラッチ、ちょっと一方的になっています。グランドの展開です。アスカの優勢。痛いよ、蹴ってるよ。アスカの勢いは依然衰えず、フリーになってますます、そして今年になってますますこう勢いづいているというか、貫禄がついてきたというか、アスカという選手にはどんな思いが。この人は他の悪者と違って、やっぱり他の悪者、はいはい、あの技ができる人だから、はい、なんでこういう、ね、悪者になって蹴るとかもできるし、前なんてコッコーとかやってたし、キムチ道場にも通いましたし、ね、はい、だから余計怖いことがありますね。一瞬の隙にそういう技でやられたり、アスカからベルトを取った、ジャガーからベルトを取った時の、その最後はデフリストップ、ロージースリーパーでしたしね。ジャイアントスイング、ここで大技をアスカが振り出しています。お客さんが数えている。10回転いきました。両手を天井に突き上げたアスカ、コバーなんとか返していきました。キャロル緑、カウントは2です。このジャイアントスイングがしっかり脳裏に、グレタイさんの脳裏に、痺れてくるんですよ、本当手の先まで痺れるんですか。簡単になるんですよ。それはやっぱり血液の流れ。そうですね。そうなんですか。目が回るだけではないんです ね、 ないですね。場外に行くとセコンドがいるぞ。危険な状況になります。正規軍のセコンドには渡部美穂ですね。最強軍はブラディがセコンドについている。椅子攻撃、アスカ場外に追いかけていきました。その髪の毛を捕まえていく。セーフティーバットの上から、今度はまたしても椅子の上。やっと今セコンドの手を借りてリングインです。キャロル緑、危ない。今あの前蹴りでディフェンスしようとしませんでした。ちょっとそう見えたんですが、
しかしラリアットを食らってしまいました。壊した、壊し切れるか、ストップモーション、ドロップキック。さあキャルムが吠える、椅子を持ちました。やられてばかりじゃいません。椅子を使っておそらくジャンピングドロップキック、一発じゃダメですね、これね。もういけん、早くいけん。放送席、紅さんの声が響いています。ミサイルキックに行きました、はい、顔面、顔面ですよね。さあカバーに行った、ちょっとカバーはまだ早いか。カウンター2です。攻めろ、さあ攻めろという声が飛んでいる。どう攻めるキャロル、ロープ、いやいやコーナーに飛ばされた。しかしうまい、エプロンに出ました。スワンダイブ、ミサイルキックを放っていきました。キャロル行くぞという声、大きな声、コーナーを使っていく。ブルーコーナー、キャロル緑、ムーンサルトは足が待ってましたか。いいところまで追い詰めたんですが、さあまたしてもザ・ブラディがやってきました。アスカも椅子を持っている。最強軍が2人、椅子も2つ、その2つの椅子がお腹に突き刺さった。こうなるとまたしても、ああトミーランもやられた。またしても形勢が逆転ですよね。椅子あるいはセコンドによって正規軍のペースはいつもいつも崩されます。パイルドライバージャンプして放っていきました。なんと自らアスカが2で体を起こしていきました。こういうことってやれることあります？2まで抑えつけます。 あります。すごくそれは悔しいことですね。やっぱりアスカは当然それを狙ってるわけですよ。危ないフリーバードボムだ。七色のボムの使い手アスカ、まずはフリーバード。まだまだアスカにはいろんなボムがあります。それを耐えることができるのか。タルネクを捕まえられた。動きがもう止まっています。髪の毛を捕まえて入れて振り払うことさえもままなりません。キャロルジャンプ、パワーボム、スタインバスター。アスカがセカンドロープに飛び乗った。下から迎撃、追いかけていく。さあトップロープに飛び乗りました。流れ式フランケンシュタイナー、そのままエビ固め。まだです、まだ決めることができません。アスカって頭のいい選手ですから、はい、やられてるふりをするときが多々ありますからね、はい、このように油断をするとまたしても形勢が変わってしまうんです。危ない、ライナーは壊した。バックを取ったキャロル、キックが下から、これは意表をつかれました。さあアスカが大技を狙っているかもしれない。トラースキック気味、ハイキック、カウントは2、まだ決められません。キャロル緑正規軍、元決起軍のプライドにかけて何としてもアスカから1本取りたい。ラディが足を引っ張った。場外に持っていかれました。キャロル緑、そしてまたしても椅子に投げ出された。渡部美穂は手は出さないんですね。セコンドにはいますけれども、そうですね、まあ手を出すのが怖いというのも当然あるんでしょうが、危ない、チェーンパンチ、またしても流血になってしまわなければいいんですが、あまだ大丈夫のようです。しかしダメージの方もあるでしょう。高回し蹴り、アスカのお箱、この蹴りが来ると次は大技がまたしても来る可能性は十分。座らせた。セカンドロッターなだれ式バックドロップに行きました。勢い余って1回転、そしてこのように大の字カバーに行ったアスカ、なんとか返した。大丈夫ですね。トミーの手が2で止まった。さあどうだ、耐えられるか、起死回生なるか、キドクラッチだ。さあこれで決めてくれ。まだです、決められません。
軌道クラッチで決めることもできません。ラリアット最強軍のアスカ、強烈な右のラリアット。さあ首をかけるポーズ、これはライガーボムへの布石だ。キャロルが返した、よく返しましたよね。さあここからどうすればいいですか。キャロルはとにかく耐えなければいけません。一発の返し技を狙っているかもしれません。その返し技を出すチャンスが来るか。持ち上げていくハイアングル、スーパーハイアングル、ライガーボムだ。今日2発目のライガーボム、ゴーチン。13分46秒、勝者ライガーボムアスカ。アスカの前に崩れ去りました。同期であるキャロルがアスカにしてやられました、はい。これは紅さんにとっても悔しいですね。悔しいですね。もう見てても本当にもう親友がやってるようなもんだから、うん、もう実況解説する中で、はい、行け行けってもうセコンドになってましたもんね。アスカを崩すのは大変ということですか。そうでもないですよ、はい、行けます、行けますよ。一番ね、自分が思うにあのアスカが一番チャンスがあるかなって思うんですけどね。あとの人たちは、はい、やっぱり狂気とか、はい、何か持ってないとできない人たちだから、はい、アスカの場合はねプロレスができる人だから、はい、うん、だからもう一回紅さんはシングルで敗れているだけに、はい、これはもうねキャロルのその仇を打つ意味でも、はい、ご自身のリベンジの意味でも、はい、勝ちたいですね、はい、はい。さていよいよですね、これからノールール6人タッグマッチ、60分一本勝負をお届けします。まずルールなんですけれども、はい、その狂気が完全にこれ OK となってしまうわけですね。です、はい、何やっても OK なんですか。何やっても OK なんですよ。リング上でカウント打ち取れれば勝ちなんで、それだけです。もちろんギブアップとかも OK、 あ、 OK です、ありですね、はいはい。そして大事なポイントがですね、カンドリと風間が、坊主、つまり髪の毛をかける、はいはい、紅さんは、平成グレンタイ入りをかける、はい、一方の方は、イーグルと長島沖野、これもし敗れたらグレンタイを解散する。これはまずどういう戦いきさつで決まりました。これはイーグルの方からの、はい、言ってきたことなんで、はいいつもそうですね。そうです、勝手に決めるんで、で仕方なくという、仕方なく逃げるわけにはいかないし、はい、もう売られた喧嘩は買おうじゃないか、うん、ということですか、はい、あ、まあそんな負けることはね考えちゃいけませんけども、万が一そうなった場合には行っちゃうんですか。いけないでしょ。だから考えなかったですよ本当に、やるまで一切考えない、一切考えなかったです。そりゃそうでしょうね、はい。じゃあ逆にこちらが勝ちますよね、はい、グレンタイが解散しますかね。それがねすごくうーんってとこなんですけど、今まで LLPW を見続けてる、ね、視聴者の方々もあの今までの経緯をね辿ってみれば、はい、それはないだろうと。そうですね、すぐには信用できないですね。私もそう思いますけどね、はい、グレンタイさんもやはりそうですかね。そうですよ、まあとにかくこれは終わってみないことには何とも言えないんですが、はい、まあ負けることはもうこれは全く考えないで、考えないで戦いました、うん。作戦は何か。作戦はやっぱり狂気でしょう。狂気、いつもやられてることをこの時ばかりはできるからね、はい、反則取られないんで、はい、うん、2つばかり狂気を持っていきました、はい。2つ自分は赤い木刀、はい、これはもう紅さんのシンボルです、はい。もう1つはハサミです。ハサミ、はい、ハサミが出てくるかもしれない、はい、ということですか。じゃあそうですね、さあそのファイナルマッチ行ってみましょうか。60分一本勝負ノールール6人タッグマッチです。ノールール6人タッグマッチ、正義軍対平成グレン対、いきなり試合が始まりました。今日のファイナルマッチです。紅さん、
この展開は正義軍、これ作戦でしたか。作戦でした。なるほど、もうこれしかないということですね。いつも逆でしたからね。はい、これはいい形でファイナルマッチ始まりました。正規軍です。出会さんの表情、カンブリがしかし捕まりました。このストリートファイトスタイルが長島ですね。はい、ですね。さあ、風間とイーグルがやり合っています。クレナイがやってきました。火星です。そしてその後ろをファン・スズキですね。セコンドです。やはりセコンドがたくさんいるようだ。チェーンのクロスライン、沖野と長島2人がかり。そしてクレナがやってきた。怒りのキック、ホイップしていく。もう一発、今度はドロップキック。イーブルが倒れません。ああ、うまく足をキャッチ。裏アキレス腱がためカンブリーサブミッション。これはお得意の技です。苦しがります沖野さゆり。しかし市内だ。ストリートファイトスタイルのこのコスチューム、長島美智子、市内攻撃。カンブリーに対して何発も放っていきました。リリーキー長島だけどうやらストリートファイトキックですね。はい、イーグルが危ないぞ、飛んできました。128キロ返した。128キロ欲しいですよ。そう、え、違いますね。そうなんですか。そんなないですか。いや、今あると思いますが、ね、前ずっと110キロって言ってたから。なんかあるですよから聞きましたよ。え、そうなんですか。はい、あ、でも脇固め、しかしまだ不十分です。スタンディングの状態です。しない攻撃、面一本取りました長島。チョークスラム、クレナイさんのお得な技、はい、ですよね。これはちょっとよくない、掴んだ。あ、そうですか。無断で、無断で使っちゃってますか。そして沖野さゆりがダイビングのボリープレス。セコンドには土屋も今画面の向こう側見えました。沖野がカンドリを痛めつけていく。しかしこの機会でカンドリはやられるわけにはいきません。なんといってもこのファイナルマッチの前の休憩において、カンドリ対堀田のダブルタイトルマッチ 3.21 LLPW 後楽園、この試合が発表されたばかりです。カンドリ忍ぶ、しかし3人がかりの攻撃に合っています。ちょっと苦しそうな表情を見せました。柔道からプロレスに転身、そしてそのカンドリをしたくて八木純子という選手もね、はい、今練習生としているわけです。コーナー際ちょっとロニーバトル、チェーンが今画面にフレームイン。チェーンの先になんか丸い輪がついてますね。今一瞬見えたんですが、首輪のように使うんでしょうかね。ちょっとこれも危険です。さあ、ハンドリーがここでスイッチです。ブレない選手がやってきました。怒りのキック、怒りのエルボー、もう一発怒りのエルボーだ。さあ、動きが速い、動きは機敏だ。右のエルボーを放っていきました。エルボー3連弾。まだまだ動きが止まることがありません。お客さんの方にわざとこの長島の顔を見せておいて、社長のキック、風間社長のキック、そしてハンドリーのキック、3人寄ってたかって足蹴りしている。さあ、このタイヤ見ないとね、はい、さあどうだ。これで完全に正規軍がペースを掴みました。ロープに飛ばしていきました。ミールキック、セコンドにはハーレー斉藤もいるようです。持ち上げていきました。ブレンバスター、長島を風間が抑えています。踏ん張っている長島美智子、平成全体の3人が今日は相手です。正規軍カメルクラッチハーフです。低空ドロップキック、クレナイがやってきました。今日は非常に連携いいですね。バッチリです。正規軍です。さあ、そのクレナイにスイッチ。さあ、コーナーの近くに持ってきました。ロープギワー、ギロチンドロップ。とりあえずは挨拶代わりセカンドロープからのギロチンドロップ。沖野さゆりがやってきた。ロープに振りました。これは逆に技を受けてしまいました。振れない。そして敵のコーナー、髪の毛を掴みながら攻撃を仕掛けていく沖野さゆりです。
足を持ちました。両足は持たせません。エスケープです。この裏側が痛いと聞きます。ももの裏側へのキック、もう一回足を取り直しました。奥野さゆり、ボストンクラブでしょうね、おそらく。イーグルがやってきて、ここでステップオーバーです。すぐにキックです。カットプレー、セーフィー軍。お客さんは脇に湧いています。ファイナルマッチ60分一本勝負、しかしノールール、つまり狂気 OK ですね。はい、先ほどのチェーンも、そして市内も、それから椅子も何でも OK になってしまうルールです。回転してダブルアームで回転させてバックブリーカー、自分の右の膝に落としていきました。イーグル澤井、すごい形でエビ取っている。ちょっと表情を見る限りかなり辛そうに見えるんですが、そしてこのドロップキックです。髪の毛を捕まえている。イーグルには髪の毛をね切られた嫌な思い出があります。やっと伸び始めた紅さんの髪の毛。さあ長嶋美智子が今度はやってきました。胸のマークはドクロです。ドクロのこちら側からイーグルが、向こう側から奥野が、そして正面から長嶋美智子が。ジグのコーナー、噛みつきます。噛みついています。背中にはターンバックル、そのすぐそばに市内です。長嶋の市内が立てかけてあります。椅子が来るぞ、もう一発、これはかわしました。取り返す、お返しです。やられたらやり返す、プロレスの鉄則、忠実に守っている。倍にして返しますね。はい、今もう本当ね、何やってもいいから、はい、今日こそはと、とにかく白星ですよね、はい、狙うはね。さあダイビングです。このままカバーです。しかも体の上には椅子が乗っかかった状態でカバーをしていきました。場外だ。さあここから場外乱闘がとても心配です。なんといっても今日はセコンドの数が違います。タンドリが行く、その後ろから今どこに行ったのかちょっと分かりませんでした。ごめんなさい。本部席の机ひっくり返されました。足を畳みました。ハン・鈴木とそして長嶋美智子です。まずはキャンバスの上に机を上げたようです。後楽園の壁、ウエストと書いてある看板、これは正規軍がうまかった。机はすでにセットアップがほぼ完了です。キャンバスの上、場外乱闘がまだずっと続いています。このままエンドレスバトルになってしまうのか、場外で。しかしキャンバスの上ではこのように DDT を食らってしまいました。さらにキックを放っていきます。前の寝かせておいてというパターンがいつもは多いんですけども、ちょっとまだ読めませんね。長嶋の動き、水晶落とし、これはうまかった。長嶋は墓穴を掘った形に結果なりました。その机を使おうとしてますかね。使いますね。チョークスラム、オンザ机、机の上にチョークスラム、そして足を起こして立てかけます。いつもやってるからね、今日はやってやろうと思って、なるほど。今日は本当に先手先手で行ってますよね。机はしっかりとセットアップ、既に完了している。ダブルアームの形で持ち上げて、その後ですよね、はい、はい、これは見もの。今日のこのファイナルマッチの一つの大きなポイントになりそうな展開です。でセコンドがね、この時来たんだよね。ちょっと見えません、ハング、ハングが鈴木がね、このようにもう上がってしまっているハングが鈴木、この黒装束で、黒装束です。さあ机が後ろにあるだけに、これは危ない、なんということでしょう。結果触れないが大ピンチ、なんとか返す。なったんですよね。
ットで油断するとセコンド陣がやってきて形勢が逆転です。これは返して腰が返しました。ブリブリの国にさらしをしてますが、特に怪我とかは大丈夫ですか？そういう意味では大丈夫です。はい、エプロンから一瞬スリーパー狙いカンドリー、マラソンありあってかわしておいてバックを取ってバックアップ、これも良さです。市内です。セコンド陣がおそらく投げて渡したんでしょう。長島の市内攻撃というか、木刀を使う前に市内を食らってしまったそうです。いい形になりましたかね。さあ公認狂気、失礼しました、公認狂気の何を言ってるんでしょう、私はごめんなさい、公認狂気のチェーンを使っていく、喉に巻きつかれてしまいました。チェーンホイップ、まだ巻きついている、キャンバスの上チェーンが置かれた、その上にフェイスクラッシャー、くれないさんの顔が大ピンチ、ドクロの T シャツの長島がさらにチェーンパンチを放っていきます。正規軍が劣勢、カンドリが落とされる、風間社長も落とされた、セコンドから懸命に助っ人が来るんですが、しかし最強軍にはこのアスカもいる、土屋もいる、流血です。今のチェーンパンチ、まず流血の最初の犠牲者クレナー選手でした。土屋のなんと有志鉄線市内持ち込まれてしまいました。土屋の場合これで叩くというよりは額に押し当ててスライドグリグリですもんね。これはたまりません。まだ長島が血を見るのが大好きな長島が、血を見ると笑顔が綺麗になるという長島がチェーンパンチから噛みつく攻撃、血を吐いた、にやりと笑った、どういう性格なんでしょう。女ピッチャーみたいなもんですよね、ある意味ではね。血を見て笑っている長島、今度はイーグルの手にしっかりとチェーン、このような状態くれないエサ、激しい出血流血くれない、ちょっとお食事中の視聴者の方ごめんなさい、危ない、サンダーファイヤーパワーボム長島がカバー、森さんですね、森さんが来てくれてる、なんとセコンドには竹野盛雄もやってきた、ハーレーがいる、竹野がいる、騒然としている東京は後楽園ホール大会、イーグルに今手錠をかけようとしてますね、風間社長です。そして座っているこの長島じゃないですね、奥野ですね、奥野に対してキャンプが投票したかったんですが、逆にペースは平成全体、長島と奥野二人がかりです。トミーがちょっと心配そうに流血を見ました。いい感じでした。もうでもこの辺りから本当に全然止まらなくてコト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 落ちてくるんで、本当にね、もう朦朧と、本当に朦朧とって感じですね。危ない、しかしこれは社長がうまかった、さらに前蹴りチェーンを社長が取り返した、しかし紅山が捕まっている、助っ人にやってきました、しかし土屋だ、セコンドの土屋、ハンドリが怒りのヘッドバット、一本足ラリアット、胸元、今度はイーグル、敵がたくさんいる、たくさんいすぎます、さらに行く、イーグルがチェーンを持っている、このチェーンをなんとか取り返せばハンドリのペースなんですが、ああ取り返しました、ああ取り返しました、言ったよ先にハンドリペース、危ない、
重い試合になりました。ファイナルマッチ60分一本勝負、1998年 NL 第2弾興行です。炎上運命の瞬間、キャリアット、そしてこの連携プレー、風間社長、ジャーマンスープレックス、タンドリーがもう完全に怒ってます、切れてます。風間とタンドリー2人がかり、綱引き状態になりました。いつもね、自分たちがやられてることだったんで、はい、今度はこっちがやってやろうと、うん、これはもうこんなチャンスはないと思って、そうですよね、そこから自分が出てくるんですよ、はい、これは千載一遇のチャンスかもしれない。ビス攻撃、くれないが仕返し、ここまでの恨みつらみ、倍返し、3倍返し、できれば100倍返ししたい、くれないやしゃ、これ落ちそうですよね、うん、ちょっと危険です。ハサミを私は持っていってたんです。なんとこの時ばかりか、ハサミをかつて切られた、くれない、今日はイーグルの髪を今切っているんでしょう。切りました、投げ捨てた、お気持ちを一言やっとって感じですね、やり返したよって感じ。いやー、やりましたね。さあ試合の方ですね、あとはね、はい、もうとりあえず借りはね返しました。あとはなんとか白星狙いたいところ、タンドリが風間を呼び込んだ、クレナイオも呼び込んだ、トリプルですね、トリプルパワーボム狙い、しかしちょっと一人になりました、返されました、リバーススープレックス、タンドリ対イーグルになりました。ただ先ほどのチェーン攻撃はまだこれイーグルついてますよね、はい、はい、スリーパーに行きましたよ。タンドリの得意技、柔道殺法、スリーパー裸締めです。あ、ほとんどもうイーグルは落ちそうな感じですね。出ました、ダイビング、いつもより高くジャンプをした、ギロチンだ。クレナイさんのこの髪の毛は血でこんなになっちゃったんですか。そうです、血で固まったんですよ、血でパーマをかけたようですよね。ひどい状態というか大変な状態になってます。怒りのキック、イーグルの背中、さあここでヤシャロックに行った、切れないヤシャ、天上天下唯我独尊、切れないがこの流血状態でヤシャロック、しかしユーステス戦試合で阻まれた。今やっとスイッチです。比較的風間社長はこれまでダメージがなかったかもしれませんからね。そうですね、はい、これはいい形かもしれません、はい、さあここの市内攻撃をなんとかしのいでほしい、我慢してほしい、沖野がやってくるミサイルキック。さあ今年の私は違いますよと以前ゲストに来た時に話してくれました、風間社長、土屋と二人がかり、これはちょっと中途半端、アスカもやってきた、キャンバスの上に最強軍のアスカが上がってきてしまっています。もうこの様相は平成最強グレンタイト、あるいはまあ猛敵という文字を入れてもいいかもしれないんですが、これはもしかしたら入れない方がいいのかもしれません。土屋はもう F に心はないようです。ハサミですか、先ほどのハサミ長島がですよね、A、どっかで取ってきたんだろうね、はい、それをカンドリが払いましたね、はいはい、なんとかもぎ取りました、場外に捨てました、風間がちょっと浮かす、バックを取られました、バックドロップホールド、これは崩れました、ブリッジをきれいに決めることができなかったようです。長島美智子、まあ6人が6人とも、いやいやいや、セコンドを入れてもう10何人15、6人もしかしたらね、いますからね、もう皆さんこれ選手たち、そしてセコンド疲れがあるかもしれません、ブリッジがちょっと崩れました。さあ場外です、完全に全選手全セコンドが場外、キャンバスの上はトミー・ランだけ、そして手錠が今クレナイ選手の右のリストにかけられました、サードロープとつながれた、これレフリー閉まってきて痛いでしょう、はい、もう次の日は腫れ上がってます、うん、顔面は流血、そして右の手首はもうサードロープとお友達くっついてしまっている、鉄柱攻撃、あ風間社長も流血です、
額に流血、場外乱闘が続いています。一人で、ね、10人相手くらいで戦っているそういう形ですよね、はい、今これは何ですか、何ですか、あさっき、はいはい、あのリングのように見えたものですね、それを足に繋いでますか。どうやらそんな状況のようですね。風間選手が身動きが取れません。 SM チックなコスチュームが、まあ、入場シーンといいますか、得意な風間社長、今日は完全にそのギャップを突かれている、危険な状況だ、危ないですね、これは逆さ釣りです。一発だね、一発、動きが取れない。イーグルも攻撃だ、収拾がつきません。 LL マットのリング、年が明けて2回目の興行ファイナルマッチ、全く収拾がつかない。お客さんもどこ見ていいか分かんないですよね、大変な状況になっています。触れない選手の手錠はまだつながれたままなんでしょうか。あ、外れました。あ、ついてますね、片膝で立ってはいますが、まだサードロープに手錠でつながれている。やっと風間社長が自由になりました、フリーにはなりましたが、もう意識朦朧といった感じ、お尻をついた、背中をついて大の字、そして一挙間攻撃、長嶋美智子、そしてシャーマンズスープレックスホールドに行ったのは奥のサイズです。今カンドルはどこにいますか。カンドルさんはまだ重要はい、あ、吊りされ、あれ手錠で、手錠で、はい、そうですか。さあ、さあカバーに来ました。イーグル、沢井がカバーに行った、理不尽な女帝イーグル、髪の毛を掴んで無理やり起こしていこうというところです。あ、画面の向こう側、ハーレーと土屋とやり合っていますね、セコンド陣も混ざっています。そして今風間がどうやらサンダーファイヤーを狙われようとしていますが、やめましたか。自分のコーナーにイーグルは持っていきました。もう立ってるのはやっとです。社長、風間、凄惨な試合、トリプルパワーボムに今行こうとしている。風間、ここは耐えどころ、木刀が今登場です。しかしパワーボムを使ってしまいました、画面からは外れていました、ごめんなさい。カバーに開いたんですが、カウンター2のようです。もう手放し木刀ですね。ということはチェーンはこれ何で外れたんですか。あのガッチャンって、カッターっていうか、はい、抱えた切りバサミのような、あ、そうです、そうです、はい、それで外れて、そして木刀を持ってきたわけです。うん、今のはトリプルならぬ、何ですか、5人、6人全員ですよ、全員ですよね。こんなパワーボム見たことないぞ、こんなはちゃめちゃな展開見たことありません。今度はターゲットはどうやら風間に絞っているようです。平成グレン隊、いや平成最強グレン隊、座らせています。このまま持ち上げてイーグルキャノンボム狙いだ。風間がピンチだ、これを食らったら危ない、切り返した、そう赤海老の形になった、止めません、まだ止めません。正規軍白星は奪えず、くれないさんは今どこですか、場外ですか。あ、今やってきました、やった、行った途端にやってきました。フットスタンプ、沖野さゆり、これは返すでしょう、押していきました、風間です。髪の毛がかかっています。手にもし負けたら風間は坊主姿、ダブルリスタアームサルト、沖野さゆりが放っていった、返す、返していく、さあ風間、全体を解散させることができるか。有刺鉄線しない、これをガッキング、これ競技ですよね、メリケンサック、
そしてカバーに行った、取りました、風間が取った、見事ピンホール。凄惨な試合、正規軍の勝利。フェナイさんが全体入りかと、そして一方は全体解散かと、それをかけたその一戦、あっさり解散ですか。まさかそんなあっさり解散というコメントが聞けるとは、これ誰も思わなかったでしょうね。確かに解散だとイーグル沢井マイクアピールしました。言うことなし。ご覧の通り。うん、見てわかるじゃん。いつもうちらのことは見てわかるでしょ。言うことなし。弱い者には別に未練ないし。それか。有志と一緒にしないまで私やったのに。ほら。まあ、ブラで一番映るじゃん。どうも。あ、そうですね。ね。まあ、うちも弱いもん切り捨てたんで、弱いもん切り捨て方式。以上。終わり。終わり。まあ、これからどこに出るか分からないから、それだけはお楽しみに。お楽しみに。フリー LP でも一つになって取った勝ちっていう感じですよね。なんか目に見えない力が動いたって感じする。ただあんなにすんなりイーグルもなんか拍子抜けしちゃったよね。うん、こっちもびっくりした。うん、あんなすんなり解散って思わなかった。うん、なんか狐につままれたっていうか、今その勝った瞬間もなんか勝ったのっていう感じがあって嬉しかったけど、あんなにすんなり言われちゃうとその試合が嘘だったっていうか、やったのが嘘みたいな。やっと言うことを聞かせたみたいな。うん、とりあえずねじ伏せられたかなっていうのはあるんですけど、ただ解散するって言ったとしてもじゃあどうするんだっていうことをまだ聞いてないし。本当に壮絶な試合、最後は正規軍の風間ルミンが見事ピンホール取りました。メリケンサックをそうですいつの間につけたんですかね。そうですね。ちょっとびっくりしましたけど、投げてもらったみたいですよ。あ、セコンドから、はい、じゃあもう最初から考えていた作戦でもあった。いや本当にこの試合正規軍はもう考え抜いてましたもんね。いやしかしびっくりしたことが、まあ、2つ。まずはその流血があんだけ大変になって、その仕返しとして、まあ、昔のねその髪の毛の仕返しとして、はいはい、イーグルの髪の毛をついに、はい、もうそれは絶対やらなきゃと思って、はい、それで自らハサミを持ってきて、はい、あの時はチャンスがあればもう絶対切ろうと思って、うん、はい、あの最後投げ捨てたのは紅さんでしたっけ、はい、どこら辺に投げたんですか。お客さんの方ですか。いや、もうリングにリングの方にバーンと散らばったわけですか、はい、どんな気持ちですか。もうしてやったりですね。で、もう一つびっくりしたのが最後のあのコメントです。解散するという、はい、あれ本当本当に解散。でも自分たちも本当にえって感じだったんですよ。いつものイーグルだったら、はい、何できるかよって、はい、それでまた暴れるかなと思ったんですけど、あんなにすんなり、うん、言ってたんで、はい、なんか間が抜けたようなですよね、うん、ちょっと拍子抜けしちゃいますよね、はい、にわかには信じられないという、まあ多分その日はねもうそんな感じだったと思うんですけども、はい、しかし時をね置いてですね、はい、道場 の建設ということで、はい、震災が、ね、はい、ありましたね、はい、つい最近なんですけれども、はい、そこにグレン隊のお三方が来た。はい、来ました。で、どんな行動を起こしたんでしたっけ。本当にね、はい、うちの下の子よりも、はい、なんかあの3人働いてて、はい、すごく考えられないんですけど、はい、なんかイーグルなんてあのジュースをみんなの分買ってきてみんなに配ってましたよ。本当ですか。はい、本当に
信じません信じませんよね普通信じません、ね、いや本当にうちらもえってか思ってたんですけど、でもまだ会話は挨拶程度はしましたね。そこがミソですよ、本当に改心したのであれば、もっと話が進むはずじゃないですか。会話が進まなかったでしょ。やっぱりすぐあんな、ね、あんな流血になって、はいはい、すぐそんな仲良くできない、まあね、それはこっちの、ね、気持ちも、ね、なかなか変えるのに時間がかかりますからね、はい、ちょっとこの先どうなるかこれ見守っていくしかないんですかね、うん、で今後の話なんですが、はい、3月の21日いよいよビッグマッチがありますね、はい、タイトルマッチがこれがダブルタイトルマッチそうですとなりました。カンドリのベルトと、はい、そして堀田由美子のベルトをかけようじゃないかと、はい、しかもホールはなしなんですよね。ギブアップ、それから TKO ですよね、レフリーストップ。そうなんですか、初めて知りました。確かそうですよね、そういう風に決まりましたね。つまり完全決着ルール、はい、なってるんですよね、はい、これはもう、ものですね、待ちに待った最近ちょっと珍しいその世紀の、ね、はい、一戦と言ってもいいかもしれませんよね、はい、で、その日クレル選手は自分はそのクレン隊の、はい、沖野と組みましたよ自分は、はいはい、縦の流しの分です。どういうことは、それでちょっと様子を、ああなるほどね、はい、さっきの続きになっちゃいますけど、はい、沖野がどう出るかですよ ね、 そうですね、パートナーとしての役割を果たして、はい、果たすのか、はい、裏切るのか、はい、ですよね。とにかく 3.21 これはもう LL ファンの皆さん、女子プロファンの皆さん見逃せません、はい、というわけで 2.15 の後楽園大会をお送りしてまいりました。どうでしょう、今後の目標というものを一つ聞かせてもらえますでしょうか。そうですね、もうずっと言ってることなんですけど、今年こそは本当に、そのカンドリのベルト、はい、シングルのベルトを自分の腰に巻きたいなと思いますので、カンドリさん今度曲げないでください。あ、ということは買ってもらわないと困ります。ということは赤いベルトとカンドリのエレルのシングル2本に挑戦できるかもしれない。そうですね、頑張ってください。はい、ということで今日は紅ヤシャ選手にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。